はじめに、この動画はクトゥルフ神話 TRPG グッドモーニングオールのリプレイ動画です。グッドモーニングオールのシナリオについてのネタバレのオンパレードですので、まだこのシナリオをプレイしたことがなく、これからプレイしたいなと考えている人はご視聴をお控えくださいますようお願いいたします。 Twitter で感想をつぶやいたりする場合は、フセッターやプライベッターなどを使っていただけると幸いです。それでは本編へどうぞ。ありがとう。じゃあハイパーボリア大陸まで連れてって。その指示を聞き、巨木はメイメイは嬉しそうにメイと人泣きすると、ヤギ湯のような足を大股に広げ歩み出す。このスピードであれば移動時間を大幅に短縮できそうだ。やったー。しかしそれでもあなたたちは何日も巨木の上で過ごすことになるだろう。では向かいましょう。かわいいメイメイ。いや私今ね、もうパウ筋力上がりまくってるから、じゃあ青梅ちゃん私おんぶして走っていくよって言おうと思ってたからあ、よかったって筋力はね上がってないよ。あ、筋力上がってない？耐久力が上がってる。あ、耐久力が上がった。ストリングスはそのままです。あ、そうだったんだっけ。はい。だからなんか強すぎ、攻撃に対する耐久力が高いみたいな、そういう感じです。なるほど。私は鉄壁。では向かいましょう。ではココミちゃん、あなたにとって地球が滅んだのは昨日のことのように感じるかもしれない。当時と現在を明確に比較することができます。夜に天を見上げても当時の星空を見ることができない。天文学の知識がなくてもさすがに違和感、いや異常に気づくだろう。土星が異様に近い、逆に月が遠くなっている。よくよく見るとココミが目覚めた日から徐々に月が離れているように思う。そして月があったであろう近さには水色に光る星が見える。指揮官から考えるに彗星だろうか。どうやら自分の知っている惑星の位置が狂っているようだ。というところでお二人とも目星を振ってみましょう。はい。あれ私本当に木星、土星、土星優位に近いって分かってるのかな、このイントで。そうなんだ。じゃあ分かんないです。分かんない。お皿綺麗だね。綺麗かな。普段とあんまり変わらないけど。いやまあそんなこんな夜の旅をしてください。はい。目星80あって心配してるのかい。いやー私も結構高くしたんだけどな。今日目高いな。いや乗り心地結構いいな、めいめい。あれ上にテント張れるかな。テントできるようなあの資材がないね。あめいめい、めいめいは寝なくて平気なの？まあ疲れたら休むから大丈夫だって。めいめい。いい子だね。ねえ。ところで青梅ちゃんって何も食べないの？お腹空かないんだよね。そっか。あ、キーパーさん、私って、はい、途中なんか。あれ？私もお腹空かない体になってる感じですか？そうですね。今あなたは湖の水を飲んだのでしばらくはお腹が空きません。うん、ああ、OK です。じゃあとりあえず私も一応は大丈夫なんですね。はい、お腹ものとも乾かないでしょう。うん、はい。そうなんだ。食べなくても死なないしね。いや、食べなくて死ななくても美味しいもので心の健康戻ってくるんだよ。そう、そう？うん。
メちゃんに美味しいものいっぱい食べさせてあげたいな。美味しいものか。うん。なんだろう。生きるためにもちろん必要な食べ物ってあるんだけど、それとは違くて、自分の本当に好きなもの？私は甘いお菓子とか好きだけど、そういうの食べてると生きててよかったなってやっぱり思うよ。生きててよかったね。うん。じゃあなんか今度甘いお菓子とか取れるような場所見つけたら食べてみるか。うん、そうしてみて。うん。ではあなたたちがそんな話をしながら次の日を迎えることでしょう。ここみちゃん、あなたは気づくことでしょう。日中の気温が異様に低いことに違和感を覚えます。そしてその違和感の正体は太陽の明度が少し低いことです。ねえねえ、あおめちゃん。ん？なんか寒いね、昼間なのに。そう？まあ私結構重装備で来たからすごく寒いってわけじゃないけど、普通に考えたらこんなに昼間って寒かったっけって。まあ日中こんなもんだけど、でも確かに暗い気もするね。あ、暗いんだ。そういえば太陽がやっぱりあんまり元気ない感じがするね。ああ、太陽に元気がないとかあるんだ。なんかもうなんだろう、私の世界の方だともうサンサンサンっていう感じですごい輝いて光ってるけど直視するのできないぐらいだけど、この世界の太陽って見てても目が痛くならないよね。そうだね、昔はそんなんだったんだっけ。こっちの世界ってそんなにココミちゃんがいる世界と違う？すごく違う。私のいた方はなんだろう、山肌もこんな風に直接出てなくて、いっぱい木とか草が生えてたし、それに川とかも結構あった。海も深かった。それに太陽はもっと輝いて、昼間はもっと暖かくなってた。めいめいみたいに動く気はなかったし。めいめいはいつからいるんだ？わからんよな。まあやっぱりココミちゃんがいる世界とここの世界はだいぶ違うっていうことはわかるね。でもこの世界ってすごく面白いなって思って。そうかな、なんもないけどね。でも私の世界にめいめいみたいな動く気はいないし、それにあおめちゃんもいないしね。まあ私もココミちゃんと出会ってからはちょっと面白い世界だなとは思うけど、ココミちゃんがここに来るまでは私ずっと一人だったから。一人は寂しいよね。多分人間って呼べる人もいなかったかな。もうこの世界には人間っていないの？そうなのかもしれない。世界を結構旅して回ってるけど出会ったことはないかな。そっか。じゃあ
今は私とアオメちゃんの2人がこの地球の住人だね。そうだね。2人ってなんかちょっと心強いね。うん、どこまでも行ける感じがするよ、誰かと一緒っていうのは。そうだね。うん。ではそんな話をしながら、あなたたちはこのメイメイの上で2週間ほどの旅をすることでしょう。メイメイ頑張ったな。頑張ってるな。ね。そして2週間ほどの旅の後、海沿いに見えてくるのは氷に閉ざされた大陸だった。北極の映像とは違った神秘的な印象を受けるだろう。あなたたちが近づくと異様な冷気の波動を感じる。その方向を向けば大きな港をそのまま船にしたような巨大な氷山が辺りを凍らせながら移動しているのを見る。氷山の上には城塞が頭を覗かせており、大きな建造物が凍ったものだとわかるだろう。ロールプレイをどうぞ。着いたね。寒いね、さすがにここは。確かにちょっと冷たいね。寒いし、結構これ突き刺すような痛みだけど大丈夫そう？幸いなことにやっぱ消防士の服着てきてよかった。あったかそうだねそれ。うん、一応。すると突然、その氷山の上から一筋の光、光線のようなものが照射される。その光線に当たった箇所は一瞬にして凍らされ、あなたたちのあたりから氷山のふもとまで一直線に伸びる道が出来上がっていた。そして氷山のふもとには洞窟の入り口のような穴が確認できる。直後、城塞の頂点からのそりと何かが這い上がってくる。うわあうわあ、それはゾウアザラシほどもある巨大なウジ虫に似た海中だった。あら、円盤のような顔の端から端にかけて舌のない青白い色の口が開いていて、鼻腔の間に寄り合った2つの眼眶からは常に目玉の形をした血の色の球体が滴り落ちている。ココミちゃん3チェックです。ひえー怖いよ怖いよ怖いよ。では成功で 1D4。 結構減る。あれ見たら失敗した時どんだけ振るんだって思っちゃう。ああだいぶ減って、あ怖いよ怖いよ。1,2,3,4。もう一回表示してもらってもいい？あの怪物。はい、どうぞ。 OK、 ありがとう。というところでですね、青梅ちゃん、あなたはこの存在を知っています。はい。今回に限らず数万年かけていろいろな姿の異星人とその眷属を見てきました。うんうん、話したことはさすがにありませんが一方的に知っています。はい。この白ウジはかつて地球を支配していた神々の一中だったルリムシャイコースと呼ばれる旧支配者であり、魔術においては全知全能と称されるほどの神である。目的は不明だが現状は敵意はないし、むやみに反抗するものではない。むしろ氷山に招き入れてくれている様子さえ伺えます。はい。あ、あの人、あの人あの人あの方が魔術の人だよ。人魔術を司ってる方だよ。あの人人ではないけど、なんだろう、あの魔術を取り扱っている、確かルリムシャイコースっていう。ルリムシャイコース、はあ、はい、かわいい名前だね。かわいい名前。ルリムちゃん、ルリムちゃんだね。うん、ルリムちゃんだね。そうそうそう、こう見た目ほど怖い感じの人じゃないと思う。人じゃないね。
怖い感じの方じゃないと思うし、結構あのしっかり神秘的な方なので、ちょっと礼儀を重んじていこうか。分かった、大丈夫、うん、多分今のところこう招き入れてくれてる感じがなんとなくするから。そうなの、うん、え、知り合いなの？知り合いじゃないけど、私が一方的に知ってる感じかな。そっか、まあ、ついていきますか。私お二人に、うん、私は普通についていこうとすると思うな。私も行く、うん、ではついていくということでよろしいでしょうか。はいはいはい、ではついていくと、氷山の中は氷の迷路という表現が一番近いようだった。あなたたちはまるで客人を招くように奥からやってきたルリムシャイコースに連れられ、洞窟内部にある一室へ案内される、うん、そこはココミちゃんからしても古いと感じる内装の書斎のような場所だった。あなたたちを案内し終わるとルリムシャイコースは去っていくというところで、探索パートに入りたいと思います。はいはい、調べたいハテナのところを言っていただければ読み上げます。ああ、カーソルを合わせると文字が出てきます。出てきますね。この鍵括弧のここを調べたいですって言ってくれれば。あ、なるほど、 OK です。じゃあとりあえず机と椅子、はい、はい、ではこちらは机と椅子そのままですね。机と椅子が8セットあり、すべてに手錠と足かせがつけられている。椅子には鉄製の名札のようなものが打ち付けられており、うち6つはかすれて読めないが、2つには謎の言語が書かれている。この言語って私は読めたりします？はい、青美ちゃんは読むことができます。はい、読みますか？読みます。はい、わかりました、少々お待ちください。では、あなたがそれを読むと、その謎の言語はファラジン、エバーグと書いてあることがわかるでしょう。ファラジン、エバーグ、エバーグファラジン、エバーグ、うん、どういう意味だろう。名前、うーん、あ、そっか、名札のようなものって書いてあるから、ファラジンさんとエバグさんっていう方がいらっしゃるのかな。もしくはいらっしゃったのかな、うん、あれ、さっきの人って、あ、ルリムシャイコース、ルリムシャイ、机の上みたいです。はい、では机の上には様々な本が置かれていますが、ココミちゃん、あなたはこの言語、謎の本、謎のよ、机に置かれた様々な本を読むことができません。読むことができない言語で書かれているということがココミちゃんにはわかります。あおめちゃん、ん、何？青梅ちゃん、この机の上の本読める？どれどれ、読みますか？はい、では青梅ちゃんにはこの本がハイパーボリア語という古代言語で書かれていることがわかります。そしてそれらがあらゆる魔術の原点となるものである あるとわかります。あなたはこの本を読むことができますが、いくら青梅ちゃんとはいえ、日常使用しない言語の読み解きには時間がかかります、うんうん、具体的には丸1日ほどかかりそうです。丸1日かければいくつかの呪文を習得することができます、うんうん、また習得できない中でも効力だけ理解できる上に、長い時間をかければ習得可能なものも2つほど発見できるでしょうというところで、こちらを開示いたします。おお、また長いです。情報に貼っときましょうか。
はい。そしてですね、この呪文は青梅ちゃんは読んだら覚えることができますが、覚えた魔法をココミちゃんに教えることもできます。ほう、うん、まあ覚えてからじゃないと教えられないので、うんうん、今日は無理ですね。うんうん、ではちょっと長いので読み上げさせていただきます、はい、取得可能呪文一覧。引力、習得に10年以上かかる。詳細は不明だが対象の引力を底上げする効果があるらしい。火炎、習得に10年以上かかる。詳細は不明だが原子核融合を起こし熱エネルギーを発生させる効果を発揮するらしい。鋭敏な2人、即習得可能。マイナス 4MP 産地減少。この産地減少は青梅ちゃんが使うときは減少になりません。ココミちゃんが使う場合は産地が減少していきます。栄翔者の記憶力を増大させる呪文。血縁のような生物学的に近い存在と2人で行う必要がある。呪文の儀式には物理的接触がないと完遂できない。2人が離れているとこの呪文を発動することができません。魂の抽出、即習得可能。マイナス 8MP。 魂を任意の対象に移すことができる。対象は物体でも生物でも可能。生物を移動対象先にする際の注意点としては、移す魂が悪意があるものだった場合、精神的に打ち勝たないと肉体の主導権を完全に奪われてしまう。銀の光線、即習得可能。任意の MP と産地減少。使い手の手のひらから不透明な銀色の光線が放たれる。射程距離は3メートル。この光線を浴びた者にかけられた魔術的異常効果は全て解除される。ただし光線に込められた魔力が解除対象の魔力に打ち勝たなくては成功しない。これ大事だろう。こちらの情報を青梅ちゃんは今頑張って読み漁ってるところです。はい。あ、よいしょ。なるほど。これ取得10年以上かかるっていうのはもう無理ってこと、ね、取得は無理ってこと？はい、取得は無理ですけど、こういう魔法があるんだなっていうのは、うん、理解することができます、うんうん、あーなるほど。っていうことは、なるほど、取得がすぐ可能なのは3つですね、うんうんうん、とりあえずこれ読んでいるから、なんかまた気になったことあったら話しかけてもらって、うん、調べててもらってもいい？あ、わかった、そうする、うん、じゃあ今日の寝床を確保しようと、ベッドを調べたいです。はい。ではベッドはかつて8個あった形跡がありますが、今はほとんどが壊れており、まともに使えそうなのは1つしかありません。うーん、1個しかないのか。うーん、アーメちゃんはちっちゃいけど私はでっかいからな。寝られ、これって2人寝られそうですか？まあ詰めて一緒に寝れば、うんうんうん、寝れると思います。はい。じゃあこのハテナの箇所以外で、はい、この部屋全体をちょっと見てみたいんで目星を振りたいです。はい、どうぞ。はい。わあ、おー、いいねいいね。お、情報ね。オッケー。あ、そっか。あ、ごめんなさい、情報出ちゃった。ごめんなさい。全然大丈夫です。あ、やばいやばい。では目星をしたあなたは気づくでしょう。今自分たちが入ってきたドアがどうやら氷付けになり開かなくなってしまっているということに気づきます。ありゃあれ、まあ、あれ、まあ、うん、じゃあとりあえずその入り口のところに近づいて、
氷漬けっても全部が氷漬けですか？鍵の部分だけ？全体的にでいいでしょう。ああ、全体的に、なるほど。ちなみに入り口はもうその部屋しか、そこしかないんですよね？そうですね、この部屋はここだけですね。うんうん。じゃあそしたら寝坊し振って俺だったから、そうです、これもう一回目星振って何か情報出ますか？いや、特に分かるのはこのぐらいですね。はい、了解です。私聞き耳って取ってたんだっけ？ちょっと取ってたんじゃなかった？あー、ちょっと取ったんだっけ。50、どうしようかな。一応じゃあその扉の向こうに向かって聞き耳って使えます？はい、いいですよ。はい、私も一緒にやっていいかな？あなた本読んでるからね。あ、じゃあその前に声かけに行きます。うん、あほめちゃん、あほめちゃん、ん、どうした？入り口凍ってる。え本当に？うん、あ、本当だ、開かない。あのルリムシャイコースさんって本当に大丈夫なの？大丈夫だと思ってたけど大丈夫じゃなかったりして、ちょっと外の様子なんかわかるかなって今、うん、行ってみようと思うんだけど。あ、じゃあちょっと耳すませてみる？うんうん、耳すまします。あれ、あおめちゃんって高いんだよね確か。65一応。あ、じゃあ、あおめちゃんにまずお願いしちゃおう。はい、オッケー。ああ、私だったらやばかった。おじゃあ振らない？大丈夫？あ、振らなくて大丈夫です。はい、そうですね。じゃあ特に何も音はしませんが、あおめちゃんだったので気づくでしょう。この氷は普通の氷ではなく、どうやら魔術的な氷によるもので凍らされているなぁということが分かっていいでしょう。なるほど、困ったなぁ。魔術で凍らされてるっぽいな、これ。魔術？じゃあ寒くて凍ったわけじゃないってことだね。うん、だからやっぱり意図的にあの ルリムシャイコースさんが凍らせちゃったのかもしれないな。多分溶かすにはまた魔術で溶かす必要があるんじゃないかな。そっか私のこの筋肉をもってしても無理か。やってみるのはいいかもしれないけど多分無理だね。そっか。じゃあとりあえず、まあそんなこんなをしていますが、うん、そうね、まあ長旅で疲れてもいるんでしょう、うん、ある程度時間が経つとあなたたちは睡魔に襲われます、うん、どこで寝ますか？ベッドで一緒に寝ればいいんじゃない？他に寝れそうな場所ってあります？まあ床とかでもいいけど寒いよ。そうだよね。同じベッドで寝ます。寝ます。はい、わかりました。大小でね、体がね。ちょうどバランスが。そうそうそう。はい、ではあなたたちは一緒に寝ることでしょう。はい、まあココミちゃんは普通の人間ですので、長旅の疲れもあり、病気から立ち直った、まあ、こともあり、ココミちゃんはすぐ寝てしまうことでしょう。しかしですね、アウメちゃんはまだそんなに疲れてないので、うん、至近距離でココミちゃんを眺めます。はい、至近距離でココミちゃんと目を合わせたアウメちゃんはココミちゃんに対しキュンとするかどうかのロールプレイをここで行っていただきます。キュン。
私はあれだね、はい、じゃあキス待ちみたいな感じで寝てればいいんだね。そうですそうです。でここで APP に対してパウで対抗ロールなんですけど、APP が今、いくつだっけ、あ、まあまあ、ちょっと下がってるんだっけ、ちょっと下がってる、12だね、12。で、あなたパウいくつだっけ、パウいくつだっけ、確認、お、12? お、じゃあ 50% ですね。はい、50% に失敗したら、うん、ココミちゃんにキュンってします。はい、成功したら何も思わない。なるほど、精神力がココミちゃんの美貌に勝つか勝たないかみたいなことです。ああ、CCB はい、 CCB50 でいいです。 CCB50 でいける。それか CCB だけ振って50以下、50以上が出れば失敗。あ、では失敗したあなたはですね、ココミちゃんにキュンとします。さあときめくロールをどうぞ。はい、いつぶりだろうな、人間に会ったのは。しかもなんかすごい純粋でめちゃくちゃいい子だし、体は大きいけどちょっと子供っぽくて可愛いなって思う。角が生えてるところはちょっとびっくりしちゃったけど、角と角の隙間を狙って頭を撫でます。いいですね。ありがとう、出会ってくれて。くらいにしようかな。本当？もうちょっとやらない？もうちょっとやる？中ぐらいする？私笑っちゃうから今マイク切ってたんだけど。じゃあもう一回切るわ。中ぐらいしとくか。じゃあなんだろう、人ってあったかいんだな。こんなになんかぬくもりを感じるのなんていつぶりだろう。っていうか今までなかったかも。なんかプルプルな唇してんな、美味しそうだな。寝てるしちょっとくらいいいかな。何やってんだ私、ちょっと寝よう。ありがとうございます。来ましたわーになってしまった。来ましはい、ではそんなこんなしまして、じゃああなたたちは眠りに恥ずかしい、何これ。ここはね、うちがシナリオの中で一番やりたいとこだから。あ、そうなのね。これが一番盛り上がる場所。なんかしっとりねっとりやればよかったね、じゃあ。ねっとり。やばいやばいやばい。はい、あなたたちは寝ます。はい。はい、おやすみなさい。おやすみなさい。では、私知らないのよ、ね、あなたたちが、はい、眠りについてしばらくした頃。青梅ちゃん、あなたは呼吸が一切できないことで目が覚めます。はい。柔らかい何かで顔面を覆われているようで視界は真っ暗だ。じっとりとした湿気と粘膜のようなものが上半身をすっぽりと覆っているのを感じる。顔面を覆っている柔らかい何かが青梅の喉奥まで侵入してしようとしている。そしてこの時からあなたは、青梅ちゃんはラウンド制で窒息ロールを行っていただきます。コン ×6、 失敗するとダメージが入ります。チャットパレットにねあるはず。コン ×6、 これだ。お、成功、素晴らしい。ではあなたは息を止め続けることができます。うん、そして
同じベッドで寝ていたのでココミちゃんも気づくことでしょう。至近距離だったのであなたはこちらに気づきます。ココミちゃんが気づくと白うじが長い舌を青梅ちゃんに巻きつけ飲み込もうとしているのがわかる。青梅の下半身は白うじの大きな口からはみ出しており、上半身はすでに口の中のようだ。というところでココミちゃんはルリムシャイコースに一定のダメージを与えて青梅ちゃんを吐き出させなければいけません。戦闘です。よし、苦しい。この日この時のために私は筋肉を鍛えてきた。なんか私の画面でルリムシャイコースが2匹になった。あれ、はい、どうしよう。いいよ、あやべ、じゃあラウンドごとに私も窒息ロールが入るんだ。はい、そうです。はい、HP いくつなんだろう、それはどんぐらいなんだろう。ちょっと一回私が消しちゃったから休憩、はい、ここで取りたいと思います、はい、あ、OK です。じゃあちょっとトイレ行ってこようかな。はい、トイレ行ってください。